エルマーうちに帰る。エルマーを乗せて竜は飛び続けました。竜は大嫌いな冷たい海をできるだけ見ないように考えないようにして飛びました。エルマは竜の背中に座って波の上を跳ねながら飛んでいくような自分たちの影を見下ろしていました。涼しい朝風が顔を洗っていくようでした。竜はスカンクキャベツとダチョウシダをお腹いっぱい食べたし、ゆっくり休んできたのでとても元気で、少しも休まず飛び続けました。そして夕方になった時、あ、前方に陸が見えると叫びました。僕にも見える。きっとポップシコーリラの海岸だ。そうだそうだ、ホタル灯台が見える。もうすぐだ。ここから海岸まであと5、6キロだとエルマーは叫びました。陸に着いたらどこへ降りましょうか。僕はせっかく自由になったんだから、動物園やサーカスなんかに入れられるのはもうごめんだよ。大丈夫、もうすぐ暗くなるから誰にも気づかれずに波止場に降りられると思うよ。だけどもちろんそっとやらなくっちゃダメだよ。竜は海岸の上に差し掛かりました。灯台の上を過ぎ、果物村の上を過ぎ、プリン町の上を過ぎ、とうとう枯れ木町の郊外まで飛んできました。あれだとエルマーは叫びました。見えるかい？あの暗いところが緑公園だ。公園から道路を横切れば僕の家だ。竜くん、その少し先の細長い波止場に着陸できるかい？できると思うよと竜は言いました。だけど誰にも見つからなければいいけどな。竜は輪を描きながらだんだん低く降りていって、静かに波止場の端に着陸しました。エルマは竜の背中から滑り降りて、ひそひそ声で言いました。竜くん、君と会えてすごく楽しかった。君と別れると寂しくなっちゃうな。それにもう飛べないし、いろいろなこともできないね。うちまで連れてきてもらって本当にありがとう。本当に面白かったね。竜は鼻をクシュンクシュンやりながら言いました。僕はエルマー君がはるばる動物島まで助けに来てくれたことを一生忘れない。あ、そうそう、エルマー君、この鎖のついた金時計、君にあげる。首に下げてあっても僕には見えないし、見えても僕は時計の見方を知らないんだから。そうかい、それじゃ僕の傘にあげよう。じゃあ代わりに僕の持っているもので、君の欲しいものあるかい？そのことなんだけど、ほら、あのおいしい桃色の棒付きキャンデー、まだ残ってる？あるある、4本も残ってるよ。エルマーはそう言って棒付きキャンデーを出して紙を剥いてやりました。4本いっぺんに食べるかい？うん、食べるともと竜は言いました。エルマーと竜は黒い波止場で静かに立っていました。エルマは4本の桃色の棒付きキャンデーを舐めている竜に小さな声で聞きました。君、ここからどこへ行くの？僕はソライロ高原のすごく高い山に住んでいる家族のところへ帰るよ。と竜は6匹の姉さんや妹たち、7匹の兄さんたちと大きな大きなお母さんとお父さんのことを思い出しながら答えました。僕もいつかそこへ行きたいなとエルマは言いました。きっと行けるよ。あ、人の声がする。誰かこっちへやってくるぞ。さあ、リュウくん、早く。さようなら。さようなら。竜は暗い空へ飛び立っていきました。その後へ二人の番人が見回りにやってきました。エルマーは急いで箱の後ろへ隠れました。一人の番人の声が聞こえます。おかしいぞ。確かに話し声が聞こえたんだがな。それからなんだかでっかいものが頭の上を飛んでいく音がしたぞ。するとランプを掲げて鳩場のあちこちを照らしていたもう一人の番人が言いました。おい、ここを見ろ。ボウスキキャンディーの紙が4枚落っこっているぞ。と初めの番人が言いました。それから番人たちは元来た方へ帰っていきました。エルマはずっと離れて番人たちの後をつけていきました。そして二人がもう一人の番人に棒付きキャンディーの包み紙の話をしている間に思いっきり駆け出しました。町を通り抜け、緑公園を抜け、一目散に家まで走っていきました。そして家の玄関の石段を三段ずつ飛び上がって大きな声で言いました。お母さん、お父さん、ただいま。僕だよ。お父さん、誕生日おめでとう。お父さんとお母さんが戸を開けて飛び出していきました。そして両手を広げてエルマーに抱きつきました。エルマーだね。エルマーだね。よかった。よかった。よく帰ってきたね。この2週間、どんなに心配したことやら、一体どこへ行ってきたの？とっても大切な仕事があったんだ。そう言ってからエルマーは部屋の長い椅子の上を驚いて見つめました。あれ、僕の友達の野良猫がいるじゃないか。そうなのよ、とお母さんが言いました。私はあんなに猫が嫌いだったのに、どうしてもこの猫だけは追い出せなかったの。エルマー、お前がいなくなった次の日、この猫がまた来たんですよ。そこでお母さんは考えたの。エルマーはこの猫を可愛がっていたわ。だから今度は私が大事にしてあげなくっちゃねって。そうしたらどうでしょう。たった2週間のうちにお母さんはこの猫が大好きになってしまったのよ。エルマーは猫のところへ駆け寄って小さな声で言いました。竜を助けたよ。そして竜が僕を家まで空を飛んで連れてきてくれたんだ。本当に君が言った通りのところにいたよ。君がどうしたんだって？とお父さんが聞きました。なんでもないの。とエルマーは言いました。ほら、お父さん誕生日の贈り物。エルマーはお父さんに金貨3袋をあげて、それから銀のハーモニカでお誕生日おめでとうという曲を吹きました。ほら、このきれいな金時計と鎖はお母さんへ。あらまあ、こんな素晴らしいもの、どこから持ってきたの？とお母さんとお父さんがびっくりして聞きました。秘密、秘密。絶対人に言えない秘密です。そう言ってエルマーは、何か食べるものを探しに冷蔵庫の方へ飛んでいきました。終わり。